本は広島、長崎という核の被害を受けましたけれども、実は皆さんはお気づきのように福島でも核の被害を受けているわけです。したがって私、東京、日本は3度の核の被害を受けてます。したがって東京とは、私は東京、日本全国で、まあ、非核都市宣言をしているところはいくつかありますけれども、残念ながら東京都は平和都市宣言をしておりますけど、非核都市宣言はしておりません。ぜひ東京都は核で、核はいらない。これは原子爆弾の核だけではありません。原発も核です。立派な核です。したがって非核都市宣言を東京都は、まず私は最初にそれをやりたい。そして日本中に東京都は非核都市宣言をしたよ。そして世界中の皆さんに東京都はこういう非核都市宣言をやった、そういう世界でも先駆けた大変素晴らしい都市であるということを世界中に発信していきたい。あの安保法制の戦いから1年、参議院選挙ちょっと残念な結果には終わりましたが、なんとか我々憲法民主主義を守る勢力は土壇場で踏ん張ることができたと思います。32の1人すべてで野党結集がなり、11の県で勝ちました。これも本当に皆さん方、安保法制反対運動以来ずっと野党結集を求め、野党の背中を押してきた市民の力の賜物だと私も本当に感謝したいと思います。で、早速続いて東京都知事選挙が行われております。この選挙、まさに憲法を守る戦いそのものです。残念ながらこの東京では石原慎太郎以来、人権無視、差別を公然と語るような非常識な人物が都政を進めてきてしまいました。そして学校では自由が失われ、そして中国とも無用な軋轢を自治体が作り出すというようなとんでもないことまで起こりました。今回の都知事選挙ではヘイトスピーチを公然とわめくとんでもない人物や有力な候補の中にも日本会議などとのつながりがある極右の候補が立っております。私たちは人間の尊厳、基本的人権、憲法を守る戦いとして何としてもこの都知事選挙に勝ち抜かなければなりません。東京都知事